皆さん、こんにちは。今回は大谷翔平選手の元通訳である水原一平容疑者の事件についてお話ししたいと思います。水原容疑者は大谷選手の銀行口座から約1600万ドル約24億5000万円を不正に引き出し、違法なスポーツ賭博の胴元に送金したとして銀行詐欺の容疑で訴追されました。この事件はスポーツ界のみならず世界中に大きな衝撃を与えています。水原容疑者は大谷選手の通訳として長年にわたって働いており、大谷選手の信頼も厚かったと言われています。しかし、そんな水原容疑者が大谷選手の口座から巨額の金銭を盗み出し違法賭博に使っていたとは誰もが驚きを隠せないでしょう。水原容疑者はどのようにして大谷選手の口座にアクセスし不正送金を行ったのでしょうか。起訴状によると、水原容疑者は大谷選手になりすまして銀行の担当者を騙し送金を承認させていたようです。また、水原容疑者は大谷選手の口座の連絡先情報を自分の電話番号やメールアドレスに変更し不正アクセスを容易にしていたとのことです。水原容疑者は2021年9月頃から違法なスポーツ賭博を始め多額の損失を出していたようです。その穴埋めのために大谷選手の口座から金を盗み出していたのでしょう。水原容疑者は2023年6月20日には一度に50万ドル約7600万円もの大金を送金しています。そして2024年3月20日ついに胴元にテキストメッセージを送り、大谷選手から資金を盗んだことを認めたのです。水原容疑者はなぜこのような犯行に及んだのでしょうか。その背景にはギャンブル依存症があったのではないかと指摘されています。水原容疑者は中学時代から帰宅部で目立たない存在だったようです。中学高校と同級生だった男性は仲間内で遊ぶとやんちゃなところもありましたが、学校のクラスではおとなしかった。僕らが騒いだり冗談を飛ばしているのをそばで見ているタイプの少年でしたと語っています。高校でもサッカー部に所属していましたが、あまり活躍することはなかったとのこと。卒業後の進路も不明で、卒業から10年後に開かれた同窓会にも参加していません。高校の同じ学年には当時水原容疑者を含む日本人が5人在籍していたといいます。そのうちの一人は取材にこう語りました。水原くんを除く日本人4人は仲良かったのですが、水原くんとは学生時代接点がありませんでした。だから印象が弱いです。同級生たちが語る水原容疑者の素顔はとにかくおとなしく影の薄い存在。そんな水原容疑者がいつ頃からギャンブルに手を染めるようになったのでしょうか。水原容疑者は2018年に大谷選手がエンゼルスに移籍してから注目を集めるようになりました。しかし、その裏では違法賭博にのめり込んでいたのかもしれません。違法賭博の胴元であるマシュー・ゴーヤー氏は水原容疑者を狙っていたのではないかという見方もあります。国際カジノ研究所の木曽隆所長は、ゴーヤー氏と水原容疑者が出会ったのはエンゼルス時代のチームホテルで開催されたポーカー大会だったと指摘しています。このポーカー大会は招待制で関係者でないと参加できません。つまりゴーヤー氏は水原容疑者と会う前にすでに球団関係者と接触していた可能性があるというのです。木曽所長はエンゼルスの中には他に誰か密接な人がいると推察しています。カリフォルニア州ではポーカーが合法であり、ポーカー大会にはギャンブル好きな人々が集まります。そこに球団関係者が来ているとすれば、ゴーヤー氏にとっては格好の営業の場だったのかもしれません。水原容疑者はゴーヤー氏に誘い込まれギャンブルにのめり込んでいったのでしょう。そして借金を抱え大谷選手の口座から金を盗むようになったのです。水原容疑者の犯行が発覚したことで大谷選手は大きなショックを受けたことでしょう。水原容疑者は大谷選手に口裏合わせを持ちかけたようですが、大谷選手はこれを拒否しました。もし大谷選手が水原容疑者に同調していれば選手生命を絶たれかねなかったのです。大谷選手はすぐに代理人やチーム関係者に相談し、
適切な対応を取ったと言えるでしょう。一方、水原容疑者の家族も大きな衝撃を受けています。水原容疑者の妻は事件について何も知らされていなかったようです。また水原容疑者の父親は和食店で板前を務めていましたが、事件発覚後は出勤できなくなってしまったとのこと。自宅も監視カメラが設置され、表からは入らず裏のガレージから出入りしているそうです。水原容疑者の今後の量刑はどうなるのでしょうか。弁護士によると、司法取引で有罪を認めた場合、禁錮51から63ヶ月、約4年3ヶ月から5年3ヶ月となる可能性があるそうです。ただし検察が巧妙な手口などを理由に量刑を求刑すれば、禁錮78から97ヶ月、約6年6ヶ月から8年1ヶ月になるかもしれません。また、水原容疑者が市民権を持っていない場合、有罪判決を受ければ、国外退去処分となる可能性もあるとのこと。アメリカから永久追放されるかもしれないのです。水原容疑者の弁護を担当するマイケル・フリードマン弁護士の手腕が問われることになりそうです。ちなみに弁護士費用は7000万円ほどかかると言われています。その出所についても注目が集まっています。水原容疑者には愛人がいるという噂も流れています。しかしその真偽のほどは定かではありません。水原容疑者に愛人がいたとしても、おそらく一般人であるため特定は難しいでしょう。ただ愛人の存在を匂わせるような情報が水原容疑者の周辺から漏れ伝わっているようです。 SNS では水原一平はギャンブルの賞金をバレないように愛人の口座に振り込んでいたという噂が流れているようです。真相はどうなのでしょうか。噂されている元ネタは米ロサンゼルスの連邦地裁が出した水原一平さんに対する起訴状が公開となり、起訴状の中に水原一平さんが愛人や親の口座にお金を振り込んでいたという記載があったと発言する人が出てきたことからです。しかし米ロサンゼルス連邦地裁が出した起訴状には、水原一平さんに愛人がいて愛人の口座にお金を振り込んでいたという記載は一切ありません。なぜ一切記載のない水原一平さんが愛人の口座にお金を振り込んでいたという噂が浮上したのかは分かりませんでした。水原容疑者は多額の借金を抱え、マフィアにも狙われるのではないかと心配する声もあります。しかし大谷選手の代理人を務めるネズ・バレロ氏が水原容疑者を守ってくれる可能性があるそうです。バレロ氏はイタリアでプロ野球選手として活躍した経験があり、イタリアのマフィアともつながりがあるのだとか。バレロ氏自身はマフィアではありませんが、その友達の友達にはマフィアがいるのは業界では常識だと言います。もし水原容疑者とバレロ氏の友情が続いているのなら、万が一の際には助けてくれるかもしれません。いずれにせよ水原容疑者の今後の動向からは目が離せません。大谷選手はもちろん水原容疑者の犯行には全く関与していません。しかしこの事件は大谷選手の心にも大きな傷を残したことでしょう。信頼していた通訳に裏切られ、多額の金銭を盗まれたのですから。大谷選手はコメントを出していませんが、今は野球に専念し、この事件を乗り越えようとしているのではないでしょうか。大谷選手は今シーズンも大活躍を期待されています。二刀流として投打に注目が集まっていますが、どのような成績を残すのでしょうか。ワールドシリーズ制覇を目指すドジャースにとって大谷選手の活躍は不可欠です。大谷選手にはこの事件に負けず最高のパフォーマンスを見せてほしいものです。水原容疑者の事件はスポーツ界に大きな衝撃を与えました。スポーツ選手とそれを支える人々との信頼関係の重要性を改めて考えさせられる出来事だったと言えるでしょう。二度とこのような不祥事が起きないことを願ってやみません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。